皆さんこんにちは、モナコ PR の古賀です。いつもありがとうございます。今回はカトコアのエコバッグ2種類をご紹介していきたいと思います。こちら新しくリリースしましたのが、こちらの折りたたみがすごくしやすいエコバッグ とこちら保冷付きのエコバッグ、どういった違いがあるんだろうとか、ご購入を検討していただいている方もいらっしゃるかなと思いますので、それぞれの違いも含めて改めてご紹介していけたらと思います。それでは見てみましょう。はい、ではまずこちらカトコアのエコバッグご紹介していきたいと思います。もうこのエコバッグの特徴といったら、とにかく軽い、畳みやすい、で持ち運びしやすいっていうこの3拍子が揃っているんですけれども、大きさ自体もポケットティッシュぐらいのサイズ、手のひらに収まるサイズでして、なので上着のポケットとかにも入りやすいですし、こういったデニムの後ろポケットにもスッと入る、でかさばらないっていうのが最大の特徴になっています。でこちら畳みやすいっていうのが本当に素晴らしくって、結構皆さんがお持ちのエコバッグとかって畳む時にちょっとしわくちゃになりやすかったりとか、あと畳んでも輪ゴムが必要でカバンの中で結構騒いじゃったりとか、とにかくコンパクトに収まらないものって多くないですか。あとは折りじわがついちゃったりとか、とにかくそれでご苦労されてる方多いかなって思うんです。って言ってる間に畳めちゃうぐらい、結構楽々とよそ見してても結構できるぐらい楽ちんなんですよね。でその秘密っていうのが、こういった折り目の加工がされてるんですよね。なので畳んで裏返しにした時にピーンと外枠が張ってくれるので、畳んだ後もとても綺麗な見た目になってくれます。でこちら嬉しいのが、抗菌防臭加工されているので、いろんなお買い物で食材入れて回数重ねてもそこまで匂いも気にならないかと思います。実際にお買い物に行ってみたんですけれども、どれぐらい入るかなっていうところで、スペック的には15リッター22キロ入るんですけれども、今日買ってきたのが、はい、こんな感じですね。もっと上に詰めるかなというところなんですけれども、一人暮らしだったら 2,3 日分、ご家族なら1日分ぐらいのまふまとしたお買い物にはすごく最適なエコバッグだなと思います。で私はここに鍵も入れて行ってきました。外のポケットが軽い小物入れとかコインケース入れにもなるので、そういったところではこのエコバッグはとても便利だなと思います。はい、では次にカトコアの保冷バッグご紹介していきたいと思います。でこちらはモノコの選定会議で、とにかくみんなまず最初に、これ保冷バッグなの、ただのエコバッグじゃないのって疑いから入ったんですけれども、これ中に薄さ 0.2 ミリの断熱素材が生地として使われてまして、中もこうやってシルバーシートが敷き詰められているんですよね。なのでこれがしっかり保冷効果を高めてくれるっていう仕組みになっています。でとにかく大容量っていうところもポイントでして、肩にかけると結構大きいの分かります。でもしっかり食材も入れ切ってくれるっていうところも嬉しいポイントですし、この保冷剤を入れるプッチバッグ中のポケットがあるっていうところと、あとこれ一番嬉しいのが、このファスナーがねついているっていうところはポイントが高いかなと思います。なのでたくさん荷物を入れてもちゃんとチャック閉めることで持ちやすさっていうのも担保されるので、この4点がおすすめポイントです。よいしょ、ちょっとまた買い物をしてきました。今回はかなり買ってきました。はい、結構たくさん買ってもやっぱファスナーを閉めるとなると、それなりに量は考えないといけないですね。はい、ちょっと出していきたいと思います。まず詰める。はい、ということで出してみました。結構入ったかなっていう印象です。こういう飲み物のボトルが、3本とあと瓶も入りましたし、チューペット、パン、野菜に味噌、フルーツに
まあ、こういった冷凍食品を今回は買ってきてみまして、今買ってから30分ぐらい歩いてたのかな。今日結構気温高い日なんですけれども、まあ、そんなに溶けずにちゃんと戻ってくることができました。でこれもここの内ポケットのところに買って保冷剤をちょっと入れていただいて持って帰ってきたおかげかなと思ってます。うん、これはかなり入りますね。はい、ということでカトコアのエコバッグ2種類ご紹介していきました。いかがでしたでしょうか、ね、それぞれに良さがあったのでちょっと迷っちゃうと思いますが、私たちの生活にグッと寄り添ってくれるような素敵な商品だと思いました。もうとにかく軽さ、持ち運びやすさ重視の方はこちらがおすすめですし、大容量でしっかり保冷もしてほしいっていう方は、まあ、こちらがおすすめですので、ぜひ検討してみていただけたらと思います。それぞれカラー展開は8色ずつになります。まあ、今年流行りのネオンカラーもたくさんご用意しておりますので、ぜひ皆さんのその日のファッションでしたりとかね、コーディネートに合わせてスタイリングもしていただけたらと思います。はい、こちらの商品はモノコの公式サイトでご紹介もしておりますので、 YouTube の概要欄から URL ご確認いただけたらと思います。モノコ公式 YouTube チャンネルではこのような新商品のレビュー動画や毎週日曜日に放送していますモノコラジオファイヤーサイドチャットのアーカイブ動画、そしてプロモーション動画など公開しております。ぜひモノコ公式 YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。それではモノコで引き続きお買い物をお楽しみください。